5枚目里山づくりの会、代表の時広と申します。五枚目という地区の名前、すごくコアな名前でございますが、私自身が小野のもう中山間というより山間で生まれまして、私がまだ学生の頃は7世帯30名ぐらい住んでたんですが、今は2世帯3名のところでございます。なぜまあこういうことを始めたかというと、もう働き出して何十年も帰ってほとんど帰ってなかったんですけど、帰ると荒れ果てた田畑、あるいはもう杉の木とかもう育っても勝手に育っても全然育成されてない、でホタルもすごく出て、わらびとか、山菜もすごく取れてたとこなんですが、もうそれさえも取れなくなっているようなところになってしまいました。近くでもない、今の私が東京に住んでますから20分ぐらいかかるんですけど、そこに帰りまして、今隣にいらっしゃいます、キクラゲで有名なサンアロさんの近谷さん、冬場なんかはお時間があるもんで一緒に、伸び放題になりました。竹を切って、広葉樹林を植えて、栗も植えて、昔のできるだけ良かった時代に自分なりに戻していきたいなというふうに考えています。ただ2世帯3名の方も、もう80後半89歳に1人なられまして、今年で農業をやめるということでございます。支援の方にも一緒に行っていただきましてですね、見ていただきましたが、4R いや4ヘクタールあります土地も多分来年はほとんどもう耕作放棄地という形になろうかと思います。効率の悪い中山間の土地ではあるんですけど、いいお米が取れて、いい野菜は取れたんですが、中山間の一番悩みであります猿の方も人間よりはるかに多い数が出てきてまして、人間が住まないから猿が出てくる、また猿が出てくるから野菜もできないという今すごくジレンマで、作ったものがほとんど猿の餌と化してます。その中でもできるだけ、竹やぶになったところを切り開いて、維持していくのも無理かもしれませんが、昔懐かしかった風景にできるだけ元に戻そうということで、お手伝い、10名ぐらいいらっしゃいますが、お手伝いを含めて、5枚目というすごくコアな一部のところを切り開いて維持していこうというふうな活動をしています。